さあ入りました10月です。10月の実況もやっていくかい？10月分もやっちゃうかい？どうも新しいです。もしきよシリーズ、実は立て続けに撮っております。立て続けに撮っているけど、動画を上げるのはすぐじゃない、2ヶ月ぐらい置いて、寝かせてあげていく。何これ、赤バットといえば川上哲治ですね。皆さん、赤バットといえば川上哲治、青バットといえば誰かみたいな、黄色バットといえば誰か、ある、そういうのがプロ野球界のそういうのがある。さあスタッフ見ていこう。10億円という巨大マネーを持っている、巨大資本を投じて、星野さん、変えようと思う人はいないな。星野仙一、杉下氏、俺ね、杉下はね、ありだよ、正直ありだよ、杉下は。この12月に上がる動画が特にこう盛り上がるところもない、なんかインターミッションみたいな感じになっちゃう。杉下はね、フォークの神様なんですよ。だからフォークを教える特殊練習っていうのを持ってて、確かこれ、それ以外の部分だよね。あなるほどね、フォーク以外はカーブの練習ができて、で体力、球威、制球、球速全部 A だから、まんべんなく基礎体力を整えトレーニングすることができる。フォークを持ってないピッチャーからするとカーブを鍛えることになるから、そこはちょっと残念なんだけど、それ以外だったら文句ねえな。よし、変えようか、森重から杉下に。はい、あ、バカやん俺、ちょっと待って、あ、やっちまった、森重がのつもりだった。いや違う、ああそうか、なるほど、いろいろ今何が起こったか分からんと思う。分かる人には分かるかな、分かる人には分かるな。監督変えちゃった、ああやっちまった、監督を杉下茂に変えるという、この何やっとんじゃ。散々チームを率いて頑張ってきてくれた大島をここで変えると、バカだ、これはバカだ、やっちまったわ。練習設備とか買いたかったのに、金が5億円使う？いや使えないね、悲しいけど使えないね。やっちまった。やってしまった、本当にやってしまった。もう米田のままで良かったなと思う。森重に変えたんじゃなくて、米田のまま、米田こう投手陣のコーチは変えなくて、まあ長い、良さそうだな、長い。そう、森重を変えた、森重のままだと思って間違えて、勘違いして米田を変えなくて良かったなと思うけど、監督がね変わっちゃったのはちょっと変える必要なかったよ。監督変えちゃったら多分選手の不満が噴出するよね。こんなタイミングで監督変えるねやって思うよ、怒るよ、俺も怒るわ。足速いんだクロスト、ちょっとね、できればね自分にいる選手を上に上げて育成したい。バンドか藤本かどっちかをね育成したいんですよね。どっちがいいかな。誰を下げるかって話になってくるけど、まあ下げる選手はいないか。ああ、どう
うすならワンちゃんだな、うん、ミラバルも若いもんね、またね。だから帰れねえわ。まだ2軍、まだ2軍級の選手です、2人は。頑張ってトレーニングしてもらおう。監督変えたせいだ。監督変えたせいだ。私はどこへ行くのか。来ましたね、ついに不満ぶちまけメールが。石本剛から。剛だっけ、勤からか。自分の今の状態を見ていると、どこで人生を間違っちゃったんだろうな、だろうって思います。これから私はどうなんですか。君の人生はこれからだよ。考えすぎだね。石本もあれかな、あのトレードの球として使う時も来るんかな。あ、いやー、見てみよう。そういう適当なことが言えるのは選手のことを何とも思ってない証拠ですよ。もっと真剣に選手の気持ちに答えてください。あ、はい。グランドの方で、じゃあ経営の方で少し施設の芝を修理します。石本の気持ち知らんか。ただまあ、いざとなったらトレードの駒に使うけどね。石本ちょっと総力はね、やっぱ A ぐらいは言ってくれないと。長いいっぱいいるな。長い吉野歌、兵庫県、左投げ D、体力 DS、 チェンジアップしか長所がない。球威とか制球が全く伸びないタイプの選手。ちょっとこういう選手はね。あ、今開発してなかったな。どうしよう、開発今からでも開発しとくか。開発忘れてました。開発すっかり忘れてました。ほら売れなくなっちゃって。まったりやっていこう。オフシーズンまったりやっていこう。オフにかっか帰りかりしてもね、しゃあないと。しっかり時間をかけていこう。3000万円2ヶ月。2019年、この焼きつくないでは何年か分かんないけど、2019年うちのチームは今一つだったな。今一つでした。お恥ずかしい。あら、5002はダメ。3004か。ちょっとかかるね、時間はかかるね。飛ばしていきます。こうやって割っていくんだ。今年のあれまでやっちゃう？いっそのこと今年分やっちゃう。12月分だから。あー、横浜が優勝。ベイスターズが優勝です。近鉄、あの近鉄で負けたかあの近鉄が負けた。一応グランドで最後最終確認しとこう。どれぐらい伸びたかなっていうのを最終確認。7億はちょっと心もとないね。もうちょっとお金欲しかったね。オフにかかるお金のことだけど、7億で少ねえかなって思っちゃう。そんなに各選手伸びてはないか。こんな感じだったんだな。
急に伸びたりはしないね。ロストって走力上がるって言ったら走力 B じゃん。もうバンド31だったらギリギリだね。伸びる能力と伸びない能力がこう勝ち合ってる感じ。もう伸びないんだろうな、バンド。来年が精一杯だろうね。年俸2億5000万ぐらいいくんかな。そういえば海外に出してた選手の一人忘れてた。堀田博司。え、めっちゃ伸びてない？めっちゃ伸びてない1年で。あなたこれピンチがさ C ぐらいになったら十分使えるよ。十分使える。嬉しい。海外留学から帰ってきた。嬉しい。年間タイトル。ピッチャーの方はうちの選手は一人も入ってない。バッターの方は小笠原、そしてオバンドが小笠原が3つのタイトルを。ホームラン打点でオバンドが。いや小笠原すごいね。最多安打213の方。新人は土屋大輔。知らん。 MVP は小笠原。いややっぱ あれだよね。優勝したチームから MVP が選ばれてほしいっていう部分はあるね。誰だろう。新人は松本聖吾。こいつがすごいんですわ。いきなり確かコーダがすごかったです。そして MVP は 1.95 の防御率、15勝を挙げた野村裕樹ですね、うん、ほい。今日の決算2億1000。わっ、お金が4億まですり減ったぞ。もっとお金を持って、もっとお金をたくさん持ってからオフシーズンに入ってもらった。 C ガーンガーン。しまった、セーブするとこない。引退希望1人。ボーイシー引退、引き止めない。これでいいか、うん、いいです。あーでも奈良原、どうつったの、いないね。ロブロ、伊藤敦典、笠井までやりそうだけどね。牧原までやりそうだけどね。駒田、もう何の力も残ってなかったな、駒田には。もはやこれこのままいっちゃうね。関根潤三、あ、栗山がおるやん。え、栗橋だわ。違った、栗橋茂だった。栗山下の名前なんだっけ。どうしようどいでいいけど、ちょっと考えさせてくださいね。あー、セーブしてなかったから、このまま12月分で1月まで入っちゃう。これこのままなっちゃったな。長いけ長いけ長いけ。EAS ちょっといまいち、いまいちだね。体力トレーナーあまり得意じゃない。香川セーブできないな。セーブできないか。来期まで入っちゃう。そんな気分じゃなかったのに。香川はね、この香川はね、キャッチャーだから、キャッチャーだけど長打が上がるっていう性質を持っているから。あ、この栗橋ってあれか、あの近鉄の栗橋がな、かな。できなくて読むね。いつもあの金村の話で出てくる森田がおる。まだもう現役
してた。班長伊藤です。一指名できるの一人だけだよ。長いは悪くないけどね。あ、ダメだ、長い良くなかった。疲労が取る。疲労が指名してみる。お金ないけど疲労が、ショート疲労が、ひはひ早熟持続総力 A です。いや、いらんな、いらんな。田中健介だな。早熟持続だもん。21歳早熟持続、そりゃ田中健介だよ。やっぱ従来通り島田を指名。広が指名しないってことはないと思うね。すごいね、的場直樹だよ。引退したと思ったらもう入ってきてるってことだね、これ。ジャイアンツの広岡が。何だろうね、二条。佐野茂樹か、ぴったり投法か、右上。宮崎。いや、知らない選手だらけだね。いや、いない。取りたいと思う選手はいないね。若いうちに才能開花の時点で可能性ないんだ基本的には。岡野忍。早熟タイプってことになっちゃう。つまり26ぐらいでもう衰えが見始めちゃうんだよ。この焼き付きに早熟普通タイプ、これは可能性ないね。基礎基礎早熟普通 DDCA、 ちょっと長打力はあるけど、それだけだな。取れない、タイトル取れないね。取れない取れない取れない。こっちは中尾、中尾はどうなん。中尾は落としをサイドスロー、普通普通か。あー、ダメだな、ひどいぞこれ。体力 DC、 球威 DC、 制球 DA、 あ、 DS、 球速は141キロの B だけど、ピンチ DS、 シュート DA、 カーブ DS、 フォーク DA、 CB、 回復 C かな。だから26歳でしょ、普通普通だから万世タイプでもないでしょ。ちょっと伸びていかないってこと。ないね、ないね。島田の、島田の的場さく、あ、え、桜井ってめっちゃすげえかも、すげえ選手じゃなかったっけ。安田があれだね、オリジナル選手がいっぱいだね。オリジナル選手だっけ。オリジナル選手だっけ。まともな選手、ほら。ちょっと契約金抑えたいな。急に8000万でどうでしょう。
出費だ。大出費だ。さあ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 。島田和樹です。いやーこの選手大事だからな。どう育てていこうかな。12月、今月は出費の機会が多いと思うけど、資金は十分用意してる？2億1000万円。あ、12月ですね。皆さんどうも。12月です。12月ですよ。12月に入っちゃいましたよ。焼きつくないで12月に入っちゃった。携帯スワップ、いやもうストラップつけないもんね。ストラップっていうことがものが、あの、過去の異物みたいになるよね。ストラップって欲しい。やばい、西口欲しい。こんなのおったら絶対勝てるぞ。こんなのだったら完全に西口絶対勝てるぞ。あー4億、たった4億持っとけば、たった4億持っとけば西口取れた。あー、やってしまいましたな。一人めっちゃ怒ってる。これは石本でしょうね。ただしそれなりでしか、それなりにしかできない。渋めにはいけないね。ただし石本はおそらく勝ってるだろうから4000万であげたいとか。こんなもんだな。新庄のおバンドもうちょっと上げていいと思うけどな。これ2億ぐらい上げていいよ。おバンド全員上がってるな。これ下がってる選手の方が少ないレベルだな。来年はちょっと厳しいぞこれ。来年は厳しいぞこれ。みんな上がってんからや。もう厳しいぞこれ。渋めにした方がいいんじゃないかな。給料上がりすぎじゃないね。あ、5000万上げちゃう。年俸上がったな。有望新人現れ、いや現れない、現れません。オリジナル選手をね入れてもと思ったけど、ちょっとね読みやなとつくような、ちょっと思い込まなかった。こん中だと瀬戸がちょっと面白そうかな。瀬戸が富士できれば31だな。多分小倉まだやれるぞ。あ、星野伸之欲しい。こんなのだと星野伸之欲しいけど35歳か。小倉が多分やれる。これはまだやれない。やれる、やれない、やれる、やれない、やらない、やらないかな。とっても、うん、お金ギリギリだな。はい、クリスマス12月編でした。ここまでかな。はい、ここまで。12月分でした。来年もまたよろしくねということで、どこだろう。